ジャン君おはよう。今日も曇り空、ちょっと小雨降っている状態です。朝めちゃ寒かったです。今日も明日も寒いんだってね。また布団を一枚出してこなきゃいけなくなるね。そして、何度って言ったかな。一日だけ、何曜日かわかんないんだけど、すごく寒い日があるらしいので、どうすんだ、暖房器具。また出すのかい？寒かったらエアコンつければいいんじゃない？エアコンか。なんだ、うちにはエアコンがあるのか。じゃんくん。そして、ポンちゃんもおはよう。そんなに暖房つけなきゃいけないくらい寒いんだ。なんだって言ったかな？え？と思ったんだけど、ちょ、間違ってたかもしれない。じゃんくん、今日も、曇りと雨の予報が出ていたので、窓の花は飾らなかったんですが、そうするとなぜかじゃんくんはここに来ます。このバランスうまく取っていかないとね。今日はちょっと寒い方に近い気温なので、日に当たりたいんだと思うんですが、そうすると100%当たるのでね、かな、ないぐらいの、いいかな、ですか、どうですか。ポンちゃん、まだポンちゃんは一声かける必要はありますけれども、ポンちゃんと言ってから急に触っても大丈夫になりました。言ってんだから急にじゃないんだけどね。でも今までとにかく、触られることもビクッとしたり怖がったりしていたことから比べると、ポンちゃんはだいぶ肝が据わってきたね。はい、いいか。行く行く行く。ポンちゃん。我が家もですね、地味にでは ありますが、保護猫活動も進んでいます。保護したにゃんこさんがちょっとずつ人間を信頼していくという形は今も継続中です。
さあ、じゃあジャンクもやろうか。あら、ママさん迎えに行きました。ごめん。